ちは。こんにちは。マギログ動画、はい、今日も甲子園欅散歩道をお散歩したいと思います。はい、今日は鎌田先生と、はい、そしてマギーです。はい、と一緒にお散歩したいと思います。はい、よろしくお願いします。今日は、はいはい、新しくできた、そうですね、はい、本屋さん。本屋さん、新しいんや。新しいです。前もあの自転車でね、案内してくれた、はい、噂のトム消防さん、まさにそのリトルな感じがいいですね。はい、いいでしょ。はい、うん、最近できたんですか。最近、そうですね、まだ1年経ってないと。経ってないと。と、じゃあこの町の小さな本屋さん、はい、リトル消防さんにお邪魔したいと思います。はいはい、こんにちは。こんにちは。はい、どうも。はい、どうぞ。すごいね、なんか地元にね、あの密着とした感じの、ね、こういう本。はい、ほら、地元密着で。何これ、何これ。近くて遠い甲子園で、もうここら辺地域にぴったりな本ですよね。うん、これは舞台が野球ものの漫画じゃなくて野球ものですね。ですね。はい、兵庫県西宮市甲子園、まさにこの辺ですよね。そう、だから甲子園球場は近いんですけども、だから甲子園球場に出場するのは遠い。遠い、そう、全然近くて遠い甲子園。ね、これを書いた先生、はい、先生、漫画家の方が、はい、お店にも来てくれて、お店の方に来ていただきまして、磯見仁月さんという方なんですけども、はい、あのちょっともう少し北側の方にお住まいなんか、あ、この辺にその人なんや。はい、本当にここで生まれ育った。なんかそこの春風公園の野球場が出てくるって、うちの子供たちはそこでずっと少年野球チームでやってたんで、もう絶対これ買って子供に飲ませようと思ってたんで、ちょっと買って帰ります。あ、ありがとうございます。あれ、もう一つ何やったっけ。坂本ですか。坂本そうそう、ここですね。あ、ここ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 、はい、あ、これがそうか。この間あの自販機あったじゃないですか。うん、ほらが、すごい坂本ですが、はい、なんかクールな男の子が主役。はい、そうなんです。もうほんでこれはもうドンピシャにこの甲子園欅散歩道のあたりの風景っていうのがこの中にたくさん、もう風景の描写がほんまに事細かくて、まんまなんです。もう子供もページめくって、うわ、ここをあの学問殿公園やとか、あ、グルメシティやとか、もう見ただけでもう本当にそのものなんですよ。実際この辺に住んでた方が書いてたんですね。そうです、そうです、はい、鳴尾高校、うん、出身の方で、そう、なる北小学校、学問中学校、なる高校出身の方なんで、本当に地元の方で、だから、これここやんっていう。そうですね。これはね、アニメ化されて、ね、あの3月まではあの阪神電車と西宮市がコラボして、すっごい熱烈にあの PR したんですよ。僕たちもね、欅の木でもポスター貼ったりとか、うん、あの西宮市ですがっていうのと阪神電車ですがっていうのが、ああ、ね、そうそうそう、これ終わっちゃったんですけど、スタンプラリースタンプラリーやってまして、私、はい、全部集めましたよ、これ全部で、こういう感じでマップがついてる、うん、ほらほらほら、ここでしょ、ここ、あの、ここですね、ここ甲子園欅散歩道、はい、ここ書いてくれてます。うん、甲子園欅散歩道、すごいすごい。実際この坂本くんのような子はこの辺歩いてますか。みんななんかあのいたらいいねって、あの男前やねっていつも言ってます。あ、そういうイケてる、いや、イケてるんですよ、この子の物語。そう、はい、すごいなんかすごいあのスタイリッシュ、なんか実用ですよね。そうそうそう、かっこいいんですよね、うん、これ、うん、マスターもこうちょっと見ようによっちゃ坂本くんに見えるような。お、そうね、ちょっと似てるかもしれない。ありがとうございます。なんか学園もんやのに、うん、あの恋愛でもなく、ね、はいはいはい、なんていうか、すごくバランスのいい、不思議な、そう、不思議な、うん、多分あの入り込むと病みつきになりますね。で、夜中になんか深夜でテレビのアニメ化までされて、うん、はい、うちあの全部ビデオ撮ったら、もう子供何回ももうまた見てるんかっていうぐらい、あの何回も見てました。何回見ても飽きない楽しさですよね。僕はやっぱ漫画が多いんですか。そうじゃなくて漫画も置かせてもらってますけど、間違ったけど
絵本ね、絵本が充実してるんや、はい、たくさんお貸しがしてます。それは、はい、あのこの地域柄ですか。そうですね、あの父さんお母さんお子さんがたくさん住んでおられるので、ね、子育てされてる方がすごい多いですからね。あの子育てするには西宮というお考えですからね。あの子育て世代すごい多いですよね。世代の方を支援する、うんうん、あのそのお店、この1年ほど前に、はい、本当にオープンされる前は、はい、どっかでやってはったんですか。いや、あの実は全くやってなくて、あの普通のサラリーマンを35年間やってまして、メーカーさん、そうです、普通 の, あのメーカーなんです。メーカーので管理部門で仕事してたんですけど、あのちょっと縁がありまして、こちらの去年の9月にはい、オープンさせてもらいます。まだ1年経ってないでしょ。本田さんは なぜこの甲子園球場さんの道を選ばれたんですか。はい、私もともと4番町の方に行きまして、あっちっかちょっと北可能なんですけども、この甲子園が非常に素敵ですね。で、あの、この皆さんに何かを役に立てることがないかなというふうに思ったのと、あとはあの昔からの本屋さんに一度行って本を見るのが好きだったので、で本屋さんをいいですね。こういう人がこう町に本屋さんを作ってくれて嬉しいですね。そうですね。チャイさんもなんかコラボされる。そうですね。あそこにうちの あの塾で使う辞書を置いていただいてたりとか、はい、はい、あのお寺の方でいろいろ、ここはうちの塾で大体使っている辞書なんですけど、ここで扱っていただいて、ジュニアンか。なんか太くなってますね。平和地点。横なんですよ。はい、もうちょっと細い。一つ使いこなせ。使いこなせ。と思いますけど。君の名はもう私買いました。お正月に人気なんですね。バイバルシリーズ。へえ。こんなのが流行ってる。そう。この辺なので子供もやって、あの本はやっぱり子供って小さい子が好きなんですけど、小学校とかになってくるとこういう本。飲み物。こうなんか決して大きな本屋さんっていうわけじゃないんですけど、こうなんかこのね、この町で生活していくっていうのを、最低限の人のすごく面白いという感じですね。すごいね、定期的にあの絵本の読み聞かせ会に行ってくださったりとか。どこでここちょうど、この場所で、はい、この場所でちょっと今荷物とか置いてます、片付けて、定期的に、うん、お名前アートね、すごい作ってもらって、すごいあの綺麗な色紙に、うん、あの私の家族4人の名前を書いてもらって、はい、その頭文字を取り入れた文章をね、その場で速攻で作ってくれて、すごい素敵な虹色で仕上げてくださって、うん、そうですね、あのなんかありましたね、さっき、うん、はい、はいはい、こちらのお店の方に持ってもらいまして、こんな感じですね。はいはいはい、わー、かわいいかわいい。なんですけど、この綺麗なイートールショーポーっていうのを1枚ずつこう入れてもらった串をですね、作ってくれて、これをこういう形でこう書いてもらう。そうそう、私があの作ってもらってるのを見て、あのお迎えの瀬尾さんも後で作りに行くってあの、ね、ちゃんとね、お店の屋号を飲んであの作ってもらってた。結構意外とそういう風な感じでお店同士もね、つながっていってるんですけど、なんせイベント、ね、多いですよね。そうですね、だいたい月に4回から5回ぐらい、なんか書いてあるんですね、そこのイベントのところで、この7つの週間 の、はい、あの読書会っていうのは、はい、ロミーサロンさんとのコラボです。あの、ね、同じ欅散歩道 の、 あの顔ホリホリ越し の、はいはい、あのロミーサロンさんとのコラボイベントみたいですよ。そうですね、一緒にこうあの、まあ、あのジョイントっていただいて、うんうん、はい、だからやっぱりあの鎌田先生の塾とのコラボやったり、ロミーさんとなんかいろいろねコラボして広がっていってますよね。なんかそのいろんなね、その地域の人たちが交流の場であったり、はいはいはい、なんかその情報発信の場であったり、うん、なんかその今たくさんの方がこう Amazon とかね、はい、ネットで本を買う方多いんですけど、うん、こうやって本屋さんで本を買うっていうのもね、いや、いいと思います。楽しいですよね。はい、まあ、もうやっぱりこう地域密着で、あとリアル本屋ということなんで、うん、そういったあのリアルに皆さん直接そういった会話とかイベントとかをさせてもらえると、うん、あの非常にこうね、町全体も盛り上がるかなと思いますし、うん、はい、ですね、素晴らしい、はい、ありがとうございます。はい、はい、今日は、はい、
リトル消防さん、アット甲子園もついてるんですよね。はい、はい、リトル消防アット甲子園さんに来ました。ありがとうございました。ありがとうございました。